すごい見た目だね、これね。やだ、喋れない。すみません、本当に。では、激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ。やってきましたー。はい、ということでね。いやー、本日はね、私、千葉県松戸市にやってきたんですけれども、ちょっとね、なんていうかね、不安というか、怖いというか、緊張してるというか、ちょっとね、不安な気持ちになってます。なんでかっていうと、ちょっと見てください、これ。どういうわけで、なんちゅう名前だ、この名前、このお店。飲食店につける名前じゃないぞ、これ。どういうわけでこういう名前がついたのかわかんないんですけれども、こちらにね、四川担々麺とこう書いてあるんですけど、メニュー表あります。大きく分けて3つあるんですけれども、梅雨あり、梅雨なし、期間限定で、老系、まあ、二郎系ですね。二郎系のこってりなわけでというね、辛さ増しができるということでね、辛め、激辛めと、早速、中に入って調査していきたいと思います。それでは行きましょう。千葉県松戸市にある四川担々麺どういうわけで、簡単に名前の由来を紹介すると、美味しい刺激があったらいいなと考えていたら、どういうわけでか美味しい四川担々麺が出来上がりました。今回は特製汁なし担々麺を選ぶことにします。辛さとしびれは全部で5段階からお選びいただけます。だから控えめ、おすすめ、強め、激辛め、そして一番辛くてしびれる超激辛め、今回はもちろん超激辛めを選びました。はい、というわけでこちらが来ました、特製汁なし担々麺超激辛めでございます。見てください、これすごい見た目だね、これね。まあいろいろこう具材が入ってますけれども、カシューナッツ、ひき肉、ホアジャオ、そしてね、唐辛子やラー油、こちらほうれん草でしょうか、小松菜でしょうか、いろいろね、見た目も美味しそうですけれども、いただきます。さあ、特製汁なし担々麺、お手並み拝見ですよ、ということで。じゃあね、まず、ちょっとこのスープからいきましょう。いただきます。はい、スープいきます。いただきます。強烈。すごい。ほんと一ペロしただけでも、うわすごいね、うわこれはすごい。汁なしなんでね、しっかりとこう下から混ぜ合わせて食べていきましょう。おお、これは超激辛。うん、すごいね。さ、生姜、これすごいよ。目の覚めるような辛さですね。やっと喋れる。すごい。わあ、辛さも強烈ですけど、山椒のしびれがね、相当効いてるんでね、感覚が麻痺してます。やだ、喋れない。あ、ごまの香りがしますね。おいしいな、これ。カシューナッツとか入ってるからね、カシューナッツはこう、ザクザク言うんでね。食感も、楽しめます。辛い。しびれる。ああ、すごいね。担々麺ってこんな辛かったっけ？担々麺は中国四川省発祥の料理で、1841年頃、四川省に住むチェン・パオパオという男性が考案したと言われています。かつては、天秤棒を担いで売り歩いていた料理で、スープを大量に持ち歩くのは大変で、持ち運びに適した汁なし担々麺がルーツと言われています。
ちなみに担々麺ではなく担々麺が正しい表記です。チェンパオパオさん、あなたが作った担々麺とんでもないことになってるよこれ。パオパオさん、汁はないんですけれども、ラー油やら辛いスープとよく絡み合って、とんでもないことになってますけども、すごいねこれ。ああ、すごい。すみません、本当に。なんちゅう名前だこの名前、このお店。飲食店につける名前じゃないぞこれ。お店の名前をバカにしてすみませんでした。反省してます。これで。しびれてどっから来るんでしょうかね。汁なしなんで、やっぱ汁ありと比べると味もそうですし、辛さもギュッとこう凝縮されるんですね多分。ごちそうさまでした。僕今唇ありますかっていうぐらいね、相当いじめられました。ということで辛さレベルの発表していきましょう。四川担々麺どういうわけでさんの汁なし担々麺激辛め辛さレベル8です。おめでとうございます。8でございます。はい、チェンパオパオさん、あなたが考案した担々麺182年後の未来でも僕が食べてます。どういうわけか知らないけど。ジョニー頑張れ。